大日坊は、山形県鶴岡市にある新言州豊山派の寺院。三号は、湯戸の山。陰号は、金号院。次号は、滝水寺。本尊は湯戸の山権面。国の重要文化財、銅像如来立像がある。正式には、湯戸の山総本寺、滝水寺金号院。大網大日坊と称する。宗教法人としての登録名は、 湯戸の山総本寺大網大日坊。自伝によれば807年空海が解散し、その弟子である都会が回帰と伝えられる。では三山神道の内大網口に位置している。では三山神社では八込港。では三山の海祖としているが、大日坊及び、締め寺では空海を海祖としている。大網の名は、湯戸の山の本寺仏である。大日如来と合算の本寺仏である。 阿弥陀如来を掛け合わせた大阿から来ており、地元では大阿弥を空海によって聖地として定められ、清められた地としており、湯戸の山を高野山と対になる聖地としている。湯戸の山派四家寺の一時であり、表口別島として、古くからでは三山に対する山岳信仰、修験道の寺の一つとして栄えた。 かつては、春日局の寄進で1640年に建てられた三軒四方の堂に徳川家光の文分長級を祈願した本尊が安置されていたという。この寺には、1786年に96歳で、没した新女海上人の側進物がある。明治時代の神仏分離により、仏教寺院として、出羽三山から独立した。また、1936年に、 地滑りが発生したため、現在の場所へ移転している。本尊である、湯戸の山権限は、根体領部大日如来座像とも呼ばれる。では三山は、古来より、女人近世の山とされ、女人の入山ができず、別当時が、湯戸の山の女人産経所でもあった。次元では、大日坊の海祖空海が女人を哀れみ、湯戸の山大権限を自ら掘ったと伝えている。本尊は、物とされ、 牛シとミサイにのみ開庁されている。銅像に来立像はスカ時代公団の杉大日望の奥に、地滑りによって移転する以前に、大日望があった古地がある。この杉はその古地にあり、高さ27メートル、根回り8メートルあり、山形県指定天然記念物に指定されている。慶光天皇の御子、皇諸別御子を忍んで植えられたとされている。辞伝によると、空海が、 当より帰国の際に聖地とすべき場所を念じ、三個所と五個所を日本に向かって投げたが、三個所は高野山の三個の松にかかり、五個所は大網の高段の杉にかかったという。この杉は地元では大網の発祥として大切にされている。ありがとうございます。